皆さんこんにちは。浜松山里生き生きレポート、ナビゲーターの岡本麻里です。この番組は浜松市の山あいからの情報発信番組。三作母、佐久間、春野、辰山、天竜、稲佐、山里の魅力満載の情報をお届けしていきます。浜松山里生き生きレポート、この番組は浜松市の提供でお送りします。浜松市は全国で2番目に広い面積を持ち、海も湖も里も川も山もと豊富な自然大地に恵まれています。しかし面積が広いということで、同じ浜松市でも知らないことがたくさんありますよね。浜松山里生き生きレポートでは、私が直接現地へ赴き、山里のいろいろな魅力をお届けしていきます。山里の気候はどうなのか、今の季節は何が美味しいのか、山里のこんな楽しみ方、あんな楽しみ方をお伝えします。週末のひととき、山里への思いを膨らませてみませんか。さて今日は、今回は天竜の話題ということで、私は浜松市の中心部から車でおよそ1時間、浜松市天竜区二俣町にやってきました。今私がいるのはクローバー通り商店街のちょうど真ん中あたりでしょうか。二俣小学校東交差点です。この一角にひときわ目を引く白い壁の建物、山の家があります。今日はこちらの山の家で中山間地域の魅力を体感できるイベントについてご紹介していただけるということです。それでは早速行ってみましょう。それでは山の家オーナーの中谷明人さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回は中山間地域の魅力を体験できるイベントをご紹介していただけるということなんですけれども、はい、こちらの素敵なお店とその中山間地域のイベント、どんな関係があるのかっていうのがあまり私まだピンときていないんですけれども、はい、まずこちらの山の家からご紹介していただけますか。はい、山の家はですね、浜松市の、天竜区と、はい、浜北区の間にございまして、ちょうど、浜松市を全体に俯瞰すると真ん中にあるような二俣エリアにある、町と山との、はい、中間地点のようなつなぎ目のような場所となっております。そっか、ここを拠点にいろいろと発信をしていこうと、はい、そうですね、いうことなんですね。はい、いや本当に木のぬくもりを感じるような、ほっと落ち着けるすごくいい雰囲気のお店ですよね。はい、ありがとうございます。4年前の、9月1日に、はい、オープンいたしました。コーヒーと、はい、あとは、天竜の地のものですね、はい、を使ったランチなんかをご用意させていただいております。夜はどんな感じになりますか。はい、夜は、金曜日と土曜日なんですけども、はい、洋酒をお出しするバーに、なります。もともと私天竜の方の出身でして、はい、で、そこからですね、東京の方に高校を卒業して進学したんですけども、はい、そこから、社会人をしているうちに、故郷のですね、ことがちょっと気になってきて、で、実際帰ってみたら、はい、昔行ってたお店だったりだとか閉まっちゃったりとかしてて、それでなんか自分が何かここの場所でできないかなっていうふうなところでオープンさせていただいたっていうのがきっかけとなります。じゃあオープンをきっかけに何かこの街の雰囲気とかも変わってきたりしてますか。多少微々たるものかもしれないですけど、もしかしたらそういうふうな気分もあるのかもしれません。でお店だけじゃなくって、はい、幅広く出かけていらっしゃるんですか。そうですね、例えば、二俣本町駅、はい、天竜浜の湖鉄道の二俣本町駅の駅舎を改装いたしまして、はい、そこにですね1日1組限定の、宿を駅舎の中に、はい、もともと駅長室だったところを改装して、でそこを宿にしてます。これもなかなかないですよね。そうですね、多分全国見渡してもなかなかないと思うんですけどね。そ
したらそういうもうねファンの方にはたまらないですしそうですねそういう場所かなと。まだこの他にもいろいろと考えていらっしゃることってありますか。そうですね1月なんですけども、はいはい、浜松市の産業振興課さんと一緒に今、ですね、この山の家の2階部分と、はい、あとは隣の家の1階部分の一部を、使って、はい浜松トライアルオフィスっていうものの天竜バージョンを、まあ、作ろうというようなところで今準備を進めております。トライアルオフィスっていうのは、はいはい、もうすでに浜松のザザシティだったりとかに入っていたりするんですけども、はい主に都市部の、ベンチャー企業だったりだとか、はい企業のプレイヤーの方々がこういった中山間地域ですとか、はい、地方で、拠点を構えるにあたってのお試しで使っていただけるような場所として開設するっていうところで、それを目的としてやってます。はい、じゃあまたこれからの発展っていうんですかね、すごく楽しみですね。そうですね、はい、いろいろな活動がある中で今回は中山間地域の魅力を体験できるイベントもあるということで、はいはいはい、そうですね、そちらの方、はい、ご紹介していただけますか。はい、浜尾市から、自宅を受けて実施するイベントになるんですけども、はい山の、匠体験講座というものを、行う予定でございます、はい、1月から数回にわたりまして、中山間地域の各エリアの匠を体験していただくというふうなものになりまして、1月のイベントはですね、はい、ありがたいことにすでに定員に達しておりまして、はい現在参加者の募集ですね、2月のイベントの、ご紹介をさせていただくというような形になります。わかりました。ではどんな内容になっているんでしょうか。はい、茶の匠というところで、はい春の、手もみ茶体験と、はい陶茶、手茶体験っていうものをしていただく講座ですね、はい、あとは森の、匠というようなところで、森林の伐採体験っていうものを予定しております、はい、あそうなんですか。はい、春野の、手もみ茶体験が2月の8日の土曜日ですね、はい陶茶・手茶体験が2月の22日の土曜日に、開催されまして、はい2回セットのイベントとなっております。はい、春野文化センターに、午前9時30分に集合いただきまして、はい春野の栗崎園さんに、はい場所を移しまして、午後の3時45分まで1日たっぷりと、体験していただけるような講座となっております。そうなんですか。はいこれって茶の匠の方に、はい手もみ茶の体験とか、はい、あと陶茶とか芸茶の方法を学ぶっていう感じなんですかね。はい、そうですね、うん、手もみ茶体験っていうものは、野草園さんの鈴木さんにお願いいたしまして、はいうんはい陶茶・手茶体験は栗崎園の栗崎さんに、お願いをしております。はいこの陶茶っていうのはもう聞きお茶みたいな感じなんですかね。はいそうです、まあ、天竜区春野町の、4つの地域のお茶を用意いたしまして事前にその参加者の方にですね、はいお茶をお送りして、はい、でそれをですね体験していただいて、うん、体験当日に、各地域のですね、はい、お茶を飲んでいただいて、はいまあ、それはじゃあどこのお茶なのかっていうのを当てていただける、はい、あそうなんですね、はい、いやこれも面白そうな講座になりますね、はい、で続いて、はい森の匠の方なんですけれども、はいはい、こちらは、2月29日の土曜日ですね、はいこちらはですね、天竜区の辰山町の秘密村さんにて、はい開催となります。はいはい集合は、辰山共同センターに、うん午前10時、はい秘密村に、その後移動していただいて、はい、午前3時30分まで、森林の伐採体験をしていただくような形になります。具体的にどんなことを体験するんでしょうか。はいまずですね、はい、実際に使われている道具の説明や、はい使用方法などを、まあ、午前午後それぞれ、勉強していただきまして、その後、はいまあ一本木を伐採、していただきまして、はいですね。で、まあ、希望者の方にはその木を持って帰っていただいて、お土産付きになる。そういうことになりますね、はい。木のお土産付きツアーということになりますね。はい、いや一本の木きっと、うん、ね、倒す伐採するっていうのも大変なんでしょうね。そうですね。
体験を通していろいろなことが学べそうですもんね、はい、すごく貴重な体験となりそうですね、はい、ではこちら参加費用ですとか、はい、申し込みなども必要なんでしょうか。はい、ですね、どちらのイベントも、はい、募集人数は10名様程度と、なっております、はい、天竜区および北区稲佐町ですね、はい、北部地域以外の方が、参加対象となります。はい、もうこの地域以外の方にいろいろと魅力を知っていただこうということなんですね、はいはい、そうですね、あとはまあ参加費用についてなんですけども、はい、各講座1人1000円、はい、体験料と、保険料、昼食の代金も込みとなります。じゃあお得ですね。いやとてもお得だと思います、ね、はい、お問い合わせですとか、はい、お申し込みに関しては、山の家、電話番号が 053-925-1721番号までお願いいたします。ぜひ皆さん体験してみてください、はい、山の家のお店をはじめ授業とか浜松市のこういった委託を受けてのイベントなど、はい、もう様々なことでこれからも中山間地域を盛り上げていかれるんでしょうね、はい、これからの思いですとかあと展望など教えていただけますか、うん、今以上にその地域の魅力っていうものをきちんと顕在化していって外の人にその魅力を分かっていただくようなものっていうもの事業をやっていただきたいなというふうに思っております。あとは外のですね、はい、ベンチャーの方々だったりだとか、そういう外の力もお借りしてで、まあ、より継続的にその天竜っていうふうな地域が良くなっていくようなことを、やっていきたいなというふうに思っております。まあ、またね2020年の活躍っていうのが本当に楽しみになってくるなと思います。では最後に改めてテレビラジオの前の皆さんにメッセージお願いします。はい、はい、まあ、こういった授業を通して、ぜひとも天竜に足を運んでいただいて自分のですね、思い出作りなんかをしていただいて天竜に愛着っていうものを持っていただけたらいいのかなというふうに思います。はい、ということで山の家オーナーの中谷明人さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございます。さて今回は中山間地域の魅力を広く伝える山の家についてそして中山間地域の魅力を味わえる山の匠体験講座についてご紹介しました。山の家には中山間地域の情報がたくさんあります。ぜひその情報をゲットしてイベントに参加したり中山間地域の魅力を体感したりしてみてくださいね。それでは次回もお楽しみに。さようなら。この番組ではご意見、ご感想、山里の情報など皆様からのメッセージをお待ちしています。はがき、Eメールでウィーティーまでお寄せください。宛先は郵便番号 432-8021 浜松市中区サナル台 1-11-27 ウィンディーコンテンツ部浜松山里生き生きレポート係まで。メールアドレスは制作@windy.jp です。浜松山里生き生きレポート、この番組は浜松市の提供でお送りしました。